は、ハンニャでございます。ということで、お久しぶりでございます。って言っても、すぐにレオに変わりますけども、ですね、今回は、アディクションのね、新しいコレクションということで、まあ、秋コスメでね、定番商品がたくさん出ておりました。その中で、かつて、ハンニャが、アディクションでこれとかって言ってた、ザ・アイシャドウパレットがね、リニューアルしたので、そちらをね、紹介するとともに、まあ、今回、刺繍のコレクションでね、ライナーがたくさん出てて、ライナーとマスカラね、グリーンのマスカラをね、購入予定だったんですけれども、まさかの、こう選んでる間に完売しちゃって、ライナーだけカーキを買いました。ジェルライナーもね気になったんですが、まあ、リクエットだけ買ってね、他はまあ定番なのでちょっと待ってからねいろいろ買い集めたいと思いまして、今回はアイシャドウパレットとライナーだけを紹介したいと思います。では始めましょう。レビューに入る前にね、今回のラインナップについて軽く話したいと思います。まあ定番商品ばっかり出ておりまして、まあ限定のコレクションというわけじゃないんですが、まあね、だから心の余裕がありますね。購入したのはね、ザ・アイシャドウパレットプラスでございます。007番を購入しました。もともとリニューアル前のね、004番を持っていて、そちらと後でね、比較していきます。今回でいうね、003番に当たるカラーですね。まあ最後までね、6番と迷ったんだけれども、最終的にカーキが入っているね、7番。カバーにしました。そしてアイライナーなんですけれども、リクイドの方ね、このパールのライナーがすごい良くてめちゃくちゃ迷いました。今回はねカーキ002番、ここで言うね真ん中の2番目ですね、これを購入したんですけれども、他のね右上のバーガンディのシェードとかもすごく良かったし、右の真ん中のシルバーホワイトのカラーもしっかりホワイトが出て、でもちょっと足りなかったので結局カーキの方が魅力的でそちらにしましたけれども、やっぱ刺繍コレクションだけあってねライナー気合入ってるなってふうに思いましたし、まあ買わなかったの右下のね2つ、このスパークルのシェードもこうベースカラーが入っていなくてラメがチラチラ光るような感じなんですが、あのマリアージュとかね、本当シングルのマリアージュを液状にしたかのようなライナーで、こちらもね人気出そうだなと思いました。ジェルアイライナーはまあいいかなと思ったんだけれども、買う予定だったねザ・マスカラカラーニュアンスウォータープルーフのこのシアーのカラー、もう色が本当にはっきりしていて、特にね買えなかった016番っていう抹茶のシェードはですね、ほんとサイバーグリーンみたいなカラーなんだけども透け感があるから、そこまでガツッとしすぎない、でもはっきりねカラーマスカラっていうのが分かるようなもので買いたかったんですが売り切れてて残念でした。ちなみにね013番のねこのレッドのカラーもかっこよかったので、結構ね、まあ、アイシャドウパレットに注目する人多いと思うんですけれども、こちらのリキッドライナーとかねマスカラライナー、マスカラだね、うん、注目するで見るといいかなっていうふうに思います。正直レビューとかを考えなくていたらアイシャドウパレットたくさんあるのでライナーいっぱい買ったかなっていう感じですね。パッケージに関しては名前が縦書きになりました。ブラシとチップなんですけれども、リニューアル前とね変わらずすごくね使いやすい太めのブラシ、そしてチップもねいい感じなので、あまりねブラシ持ってないっていう人でもねこちらのパレット使いやすいかなと思います。
それではね、ルックを見ていきましょう。まずはこちらシンプルなルックですね。ライナーはね、目尻側に引かれてるのが見えるんですけれども、それよりも少しなんかグリーン感がね、あの目尻側とそして下まつげの下のところに見えると思うのですが、こちらがねシャドウになりますね。で、全体的にはね、左下のね薄ブラウンでこうアイホール全体的に塗ってから、眉毛の方をねぼかすように右上のね、あのライトなシェードを入れまして、でキラキラをね上まぶしたって感じですね。まあ後でね比較するんですけれども、リニューアル前のラメのフォーミュラ、まあね色番同じやつ買えばよく比較ができるんですけれども、それに比べてね、やっぱり上品というか密着力、なんか乗っかってる感がなくてスッとね塗れるっていうのが、あ、ディクションのシャドウ使ってるなっていう感じがしまして、こちら良かったですね。お次はディープなルックでございます。まあこちらなんですが、見れば分かる通り、右下のねグリーンのシェードをこう二重幅よりも少し広めにグワッと塗ってあげて、で上に行けば行くほど淡くなっていくっていうスタイルでねメイクしてみました。まあこちらなんですけれども、まあねマットタイプで、といってもまあアディクションのシングルで出しているマットのね質感とは違うんですけれども、後でね話すけれどもね、ただすごくねあのブレンドしやすくて、こう綺麗に薄く広がってくれたのが、個人的には後でね比較するあのリニューアル前のねこなしの違いかなっていう感じで、すっごくねしっくりきたなんか後でまた見せるんだけど、シングルでもねグリーンあって、ジェイドグリーンっていうねパールタイプのモノレを持ってるんですが、あれよりもねこうサイドが低くてくすんでるカラーなので、こうグリーンメイクっていうよりもよりこうシックなスモーキーなあのルックに仕上がってくれるかなっていうふうに思います。そしてまあ今回ねライナー引いておりますけれども、ライナーがねキラキラしてることによって、まあ、画像だと伝わりにくいんですが、こうマットなね目元にこうライナーだけちょっと輝くみたいなのがすごくねアクセントになって、めちゃくちゃりょうはこのメイク好きです。最後はですね、こういったちょっとエディトリアルなルックでございます。まあねトゲっぽくこうあえてねこう雑さを感じさせるような感じでラインを引いて、で目元自体はねシンプルに仕上げてみました。やっぱねこのライナー楽しいね。なんか単純なカーキカラーでもないし、そしてラメが入ってることによってなんかドラゴンのようなミステリアスさを感じさせて、買ってよかったなと思いますね。普通にまあ3300円ってね、まあ、デパコスのライナーそのぐらいしますけれども、まあね高くて何本も買うっていうね気持ちにはならないかと思うんですけれども、いやこちらは本当にね、楽しいです。それではねリニューアル前の商品と比較したいと思います。まあ左なんですけれども004番のカラーで、リニューアル後だとね003番に当たるカラーなんですが、まあ本来ねそちらと比較すべきなんですけれども、今回007番を買ってしまったので、まあここでねちょっとしょうがなく比較してみますけれども、まあ一番上のラメの感じとかも今回の方がすごくねキラキラっとしていて高級感があるし、パールのフォーミュラに関してもこう重ねていくうちにこうリニューアル前だとね厚みを感じていたので、それがなくなったというのと、マットのフォーミュラはね全然まあ違うんですけれども、シングルとは、ただまあ今回の方がよりこうシングルのマットのパフォーマンスに近いかなっていう、こう薄く透明感が出つつ色が綺麗に出てくれるっていうような感じだね。まあ、こちらねあの004番のルックなんですけれども、そんな悪くないんだけれどもね、っていうことで、まあ、左がリニューアル前の004番、そしてリニューアル後右がねさっきお見せした007番で、まあ、こう見てね全然伝わらないと思うんですけれども、まあ、個人的な感想としてはやっぱりラメ感っていうのがデパコス使ってるなっていう高級感と透明感を感じた。ただまあ003番とね比較してないからちょっと何とも言えないんですけれどね。でもやっぱ装置ねだけしたんですけれども、今回の方がねこなし上がってるなっていうのは感じましたので、ただ明確にねどう違うかって言われるとっていう感じで、本当個人的な感想で、なんかバイアスが入ってるかもしれないんですけどね、っていうのでまあちょっと参考にしていただければいいかなと思います。
それではね、最後にレビューしたいと思います。なんかいっぱい並んでますけれども、後で話します。先にライナーのレビューですね。まあこちらに関しては本当にね、いや、買いだなって感じで、すごくね、まず引きやすい毛先、そして、安定してこのね、色が出てくれるっていうのはね、めちゃくちゃ助かりますね。やっぱりこのパールが入ってるとムラになりやすいとかそういったイメージがあるんですけど、これに関してはバチッとね、はい、引けるので、これは本当、一本あるとめちゃくちゃね、メイクの幅広がるなっていうふうに思いました。他のカラーもちょっとね、買い集めたいぐらいですね。はい、わかるかな？このちょっとドラゴンみたいなこの輝き。これがやっぱりユニークだなっていうのがありまして、これを買ってよかったなっていうふうに思いましたね。まあ、レオコスメでございます。で、かといってこっちが般若ってわけでもなくて、ちゃんと今回はね、レオコスメにしたいと思います。まあ、こちらにね、スウォッチしておりまして、下にね、何をスウォッチしてるかっていうと、シングルですね。まずは、グリーンの方はこちら、パールタイプのさっき言ってたね、ジェイドグリーンでございます。で、もう一色は、こちら、マットのフォーミュラで、タマリンドビーチですね。004番でございます。こちらも結構ね、夏のヌーディーなルックでレオは使っているんですけれども、はい。やっぱ、マットって、でね、この右下のねシェードを歌われてるんですけれども、それに比較するとこの質感の違いわかるかな。まあいつものねアディクションのマットになるとほんとサラッとしてて硬いようなフォーミュラなんですが、こちらのねパレットに入ってる方のマットはよりこうパールに近いような柔らかい粉質になっていて、まあそれがねまず最初リニューアルする前こっちの方ではだからこそなんか違うのかなと思ったんだけど、まあ、今回のこちら使ってみて、確かになんかいつものシングルのシグニチャーなね、アディションの感じではないなっていうのは感じるんだけれども、ただでもこのマットのフォーミュラがすごくね、こうやっぱり肌に乗っけてもこう乗っかってる感もないし、こういい感じの透け感とサラッとした感じが出てくれるので、粉質が違うんだけれども全然納得ができるようなものだったね。このオイリー感が出ないようなねサラッとしていた、はい、ものでしたね。で、まあ、パールに比較するとこんな感じで、やっぱりねこうやって見ればなんかこれだけ見ると結構緑感出るんですけれども、ここにねグリーンがあるとやっぱり今回の方はちょっとグレー味があるようなグリーンであることによって、こうカラーメイクではなくてこうヌーディーな路線のグリーンをね感じられるかなっていうので、まあ、ラインと合わせてあげるとすごくねいい感じになるので、ぜひこちらを買うときはレオみたいにこれと、あとねレオは逃してしまいましたけど、緑のマスカラねゲットするといいかなっていうぐらいすごくね相性抜群だなっていうふうに思いました。でまあさっき比較した通り、まあなんかが違うんだよね。説明がしにくいんだけど、やっぱこっちの今回の方は、まあ、透明感がなんか出る、はい、というわけで。で、左に何を装置したかっていうと、ルナソルの定番の17番ですね。今月出るやつもそうなんだけれども、もう、ルナソルの場合はね、やっぱりこう、ブラウンがね、マットで締めで入ってくんだよね。で、今回17番とね、比較すると、7番と17番では、やっぱグリーンのやつがラメが入っているので、また違うね、ルックに仕上がって、やっぱ今回のアディクションの007番は、この締めのカラーがブラウンじゃなくて、この、いい感じのくすみグリーンのことによって本当大人っぽくてシックで、でもこうブラウンで感じられる重たさみたいのはなく、さらっとした深みが出せるかなっていうふうに思いましたので、はい、そんな感じで今回はめちゃくちゃ満足しております。やっぱねアディクションシングルの粉質と違うから嫌だとかじゃなかったんだなっていうふうに思いました。やっぱアディクションの世界観が今回の方は踏襲されてるといえば、なんか上から見せるとなんて言えばいいんだろう、すごくね考えてしまってるんですけども、こっちの方では、まあ、他のカラーもリニューアル前もそうだったんだけれども、やっぱプチプラス路線っていうか、こうアディクションのこうアーティスティックな路線からちょっとデイリーに使いやすさを
が感じられるこう発色の仕方だったりラメの質感だったりっていうのがあって、それでなんか違うと思ってたんだけれども、まあ、今回は007番ね、確かにまあここだけね省いてみればこうニュートラルなナチュラルなルックなんだけれども、でもちょっとモード系がやっぱりね感じられるんだよね、質感的にも、なんかブレンドしてって、あ、モードにこれいけるっていうのが、なんか自分を貫いてる感じがするんだよなとかって思って、うん、これがアディクションだなっていう結論に至ったんだけど、ちょっと意味わかんないこと言ってるかもしれない。まあちょっとね、しばらく使って考えたいと思います。ということでね、今回はね、アディクションの秋のコレクションといっても、まあ定番商品がいっぱい出てきたんですけれども、そちらをレビューしてみました。明日はね、こちらでございます。ポール&ジョーのね、レビューしたいと思いますので、ぜひ、はい、チャンネル登録して待っててくれよな。以上だ。一旦閉めたわけなんですが、レビューがね少し分かりにくかったなと思ったので、まあ今日一日使った感想も含めてね、文字でね、シシグチレオポイント、ポジティブなポイント、そしてハンニャのねポイント、ネガティブポイントをね紹介したいと思います。ライナーに関してはこんな感じでございます。ハンニャポイントはねいろいろ上がっているんですけれども、下2つはですね、あの店員さんにね教えてもらったことで、まあ使い方の注意点ですかね。一番上もまあ好みかなっていうところです。アイシャドウに関してのまとめはね、こちらになります。まあ、ハンニャポイントはね、ちょっとしか上げてないんですけれども、まあ、今日一日使ってみて、やっぱりね、アディクションのアイシャドウって持ちいいなっていうのを感じまして、今日ね、あの、一日朝から晩まで過ごしたんですけれども、アイシャドウしっかり残ってたので、まあ、色がね、すぐフェイドアウトしてしまうっていう人でも、こちら使いやすいんじゃないかなと思います。改めまして、以上だ。